世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。コロナ禍の中、岡山武道館にはなんと787名のお客様が今日いらしているということで、かなり館内も今熱気ムンムンという感じになってきています。よく対応していきましたが、及川ポイントです。今のプレーです。これ吉山もよく対応はしてるんですけども、対応してますよね、はい、対応してますけど、やっぱり先手取られてますから ね、ラリーになってもちょっと苦しくなりますね、はい、今度は及川が台から離れていっていますが、前に出てきて今の形ですね、吉山にとっては。そうですね、はい、今も落ち着いてやりましたですね、なかなかのストップするの勇気がいるんですけれどね、これですね、はい、ワンオールになりました。今度は及川のサービスです。ネットにかかっていたようです。サービスやり直しです。野島 T リーグ2021-2022シーズンの岡山リベッツ対木下マイスター東京のゲームです。吉山オーバー、ポイントは及川瑞稀、2-1となっています。今のプレー、今のように及川もサーブはいろんなサーブ出せるんですね。本当そうなんですよね、はいはい、本当にザ・オールラウンダーというこの及川瑞稀。しかし、ここは吉山、しっかりと相手にサービス、3球の攻撃を勝てませんでした。2ラブに、2オールになりました。ご覧いただきましょう。この1本のサーブももっと大胆にサーブ出したらいいと思うんですよね。なるほど、はい、思い切って、はい、オーバー、ポイントは今度は吉山です。あ、及川です、失礼しました。及川のポイントです。2-3となっています。ね、今のサーブの長さだと及川からレシーブで打たれますよね、はい、吉山2本目、少し変えてきましたが、ラリー続きます。オーバー、ポイントは及川です。 2-4、まだ及川がやっぱ主導権という感じのプレーでしたね、今のは ね、もうこういうあのラリーでいいんですけど、ミスしないですよね、及川は ね、はい、もうジャンプして打ってますからね、吉山対応しましたが、ポイントは及川です。 5-2、ここでタイムアウトです。岡山リベッツがタイムアウトを取りました。まあ、ここは及川ちょっと流れ来てますんでというところでしょう ね、 やっぱりね。そうですね、吉山がいいバックハンドを振りました、返されました、次打てないんですよね。 あるいはやっぱりもう思い切って連発で打ってほしいですよね、バックは、はい、その打てないのはやっぱり及川がそのバックを読んでるからですね。うまく返されてますね、確かに。でもそれをやっぱりこう思い切って振れるようになってほしいですね、はい、またはそれをフォアに回して打つとかですね。なるほど、なるほど、はいはい、まあ、ここが一つの吉山の、まあ、次のステップに向けてというところにも、はい、そこですね、はい、やっぱりあの上位の選手だとあの一発のドライブを返してきますからね、はい、そのあたりが一つ吉山にとっては、まあ、選手個人としてもやっぱりかなり
このあと上に行くためにはというところなんでしょうね。そうですね。ですからフォアからかけてフォアに返されても連続フォアバックでも連続バックというふうにですね、1発目より2発目、2発目より3発目ぐらいのボールが威力が出てくるというように、そういう打ち方をやってほしいですね。はい、さあポイント5-2、及川瑞基サービス2本目でゲーム再開です。ゲームカウントは今2-0、及川リード。ここはしっかり打ち抜いていきました。 5-3 になりました。今度は吉山にサービス権が移ります。このサーブをもっと思い切ってサーブ出してほしいですね、はい、1本目です。ラリー変化しました。及川ポイント 3-6 です。今のプレーですが、吉山もよく打ち返してるんですけれども ね、はい、最後は及川のポイントになりました。ポイント 3-6。 今度は吉山2本目、なんとか取りたいところです。ネット越えません。今度は吉山ポイントで 4-6 になりました。さあ及川のサービスです。ネット越えません。ポイントは及川 7-4。本当に及川選手のサーブ巧妙ですね。もう1球1球変化つけていろんなサーブ出してきますね。本当ですよね、はい、及川2本目、次はどんなのが出てくるか。及川またポイントでこれで8-4になりました。吉山も対応はよくしてるんですけれどもですね、まだ攻め込むところのようなボールが来ないですよ ね、 そうですね、はい、サービスいろんなのを出して3球目でも対応していくこの及川。及川連続ポイント 4-9 になりました。吉山ちょっとサービスがどうしよう、同じようなパターンになってるような感じがするんですか。なってますよね、もう読まれてますよね、はい、しかもここでサービスミスが出てしまいました、今大きなサーブ出しましたけどね、前半からもう少しああいうサーブ出せばですね、ちょっと3球目攻撃できたと思うんですけれどね、はい、さあ及川マッチポイント10-4です。これはオーバーしまして及川が取りました。ゲームカウントは3-0。このゲームは11-4、 11-4 で及川瑞基が取りました。マッチカウント3-0となりまして、このゲームは木下マイスター東京がまず勝利を決めるということになりましたが、この後第4マッチも行われます。やろうとすることをなかなかさせてくれない、はい、でもそれをやりきるというふうにですね、何かそれを身につけないと